はい、じゃあね、響く。はい、じゃあね、殿山トンネルです。あ、今あれ GoPro、 あ、待って待って、はい、こんばんは、いらっしゃいね、どうも。ドラえもんいますか。わて電気は消えたな。はい、ハイブリッドバッテリー収録ってこの2個で持ってるね。みんなやつ消えちゃってるわ。真っ黒だもん。いる？わかんない。いますか。すげえ暗いよ、ほら。ね、影動いた。サビだ。12時50分に帰りましょう。うん、そうね、こう落書きがすごいんだよね。ひどいんだよ、ドラえもんだよって。そうか、カーナビがおかしくなんだよ、ここね。ナビがファイトで、ちょっと上の方行くとね、電波があるかな。今日不気味、静かだね。こんばんは、誰かいますか。すいません、いませんか。おお、びっくりした。なんだよ、車か。そこか、勝手にカーナビが動いちゃう。ユピテルだとね、多分静かでしょう。ちょうどね、この辺りぐらいで言われたんでね、昔。返事来たら怖いよね、確かに。うん、ドラえもん絵はあったよ、田中さん。あったあったあった。また増えたな、落書きが。こうね、右が気になるでしょ。この辺で言われたんだよ、昔。この辺で怖いでしょ。また増えてるね。いるのかな。ちょうどこの辺りじゃないの。この辺り静かすぎるよ。あ、お腹空いてきた。来たかな。逆行った。違った。あ、奥はトンネルないよ。うん、来たのかな、今。止まってんの。車一台来た。ドラえもん、ほら。55分ぐらい。
今何時か分かんないんだけど、今1台車来たけどね、時間か、うん、いないね、いないいない、39、はい、苦悩だけど悪いね、40分、寒いです。翔平さんこんばんは、いらっしゃい。どの山飛んでるというところですね。ここはもう恐ろしいほどね、2013年あたりぐらいに、12年と13年かな、言われたんだよな。じゃあ違う、2013年と14年に言われたんだよな。落書き増えてるね。だからいつやってんだろうね。でも結構ね、巡視はこう食うんだけどね。12時40分、ありがとうございます。2008年とかあるからね、結構昔からだと思う。うん、はい、こんばんは、ゆきみさんこんばんはね。はい、あおいさんこんばんはね、いらっしゃい。どの山飛んでるですね。静かだな。41分、はい、カタルさんこんばんはね、いらっしゃい。恐怖だよね、すごい静かだ。うん、どうぞ休み。そこそこいる、ゆきねえさん。うん、ほんと、どうやもん、こんばんは。テレビ勝手についたの、嘘、怖えなそれ。うん、怖くはないけどね、寒いね。バイクで行くって言った、寒いの、バイクで行くの、マジ気をついてきてね。もしかして一人ですよ、メロコさん。シャカリさんこんばんはね。はい、はい、スタさんおはようございますね。はい、葵さんありがとうね、かつね。鑑識ライトどうだ、おお、鑑識ライトか。何歳でしょうね。あ、色がほら光ってる。こうすると何が分かんない、蛍光色とかがあるね。トンネルの内、こっち、知らないと思うけどね。250歳です。色怖いでしょ。はい、イカビさんこんばんはね。ドラえもん鑑識いそうだ。女の人いないみたい、お父さん。本当今日いないか。もうお持ち帰しちゃってんじゃない、多分。上とかいないよね、上とか。あ、こう光ってる、チームと。今日はね、最後灯籠山ですね。今日3箇所目なんですけどね。250歳。あ、一方ね、とりあえずね、職員さんこんばんは。今日はね、一発目がなんとタクシーの運転手の本当にあった怖い場所に行ってきました。過去にね、3回行って怪奇現象があったんですけど、今回はちょっと声が聞こえなかったんですけど、ラップ音あったけどね。2個目は魔の交差点ってね、事故が多発して結構亡くなってる方が多いところに行ってきて、で今日ですね、この3個目が今ここですね。ここはね、過去に僕がその幽霊にいきなり一人で行った時ですよ。殺すよって言われて、その後行った時に帰れって男の幽霊に怒られちゃったとこですね。ここそう、トンネルですね。この一応トンネル、そういう場所です。うん、怖い。結構ね、足音とかも聞こえたんで、昔は。
よく言われるのが、あそこのミラーがあるでしょ。ミラーがあるところに女性が立ってるとかね。上はね、ゴルフ場なんです。上はゴルフ場。うん。その時はね、すぐ帰んなかったんです。ただ殺すよって言われた時は、1ヶ月間だけ行けなかったですね。1ヶ月間だけ。アバルさんこんばんは、ね、お疲れ様だと思うね。そう、昔の方が多分多かったと思う。今静かになってる、だいぶ。こう、まあ一応ね、シネスポットマップにも載っちゃってるしね。うん。何人か撮影わかんない。俺しか今いないけどね。不気味。言われた場所がそのちょうどえぐって、あのオレンジのあるし、マーキングしてるところ、あそこの辺で言われたんです。いる、ちょうどミラーのところにね、立ってるってよく言われてるね。みんなね、霊感師とそこにいる女性があって、うん、そういう場所です。いや、1ヶ月行ったんですよ、もう勇気出して。翔平さんこんばんはね、いらっしゃい。はい、おしずさんね、こんばんは、いらっしゃい。なんか音する、そういう場所でね。最近はね、まあたまに聞けたりとかするかな。うん。いやー、いると思うよ。声だって入ってるからね、現にね。うん。見えないけど入ってる。映像には映らないんだけど声が入ってる。しかしさん、こんばんはね、リボさんね、こんばんは。そう、信じるか信じないかあなた次第です。写真とかね、撮らないですね、あんまりね。うん、なぜ撮らないかというと、機材が重たすぎてね、撮れないんですよ、そんなにしょっちゅう。だいたいこの機材が8キロぐらいあるんでね。そう、撮る暇がないっていうか。うん。その代わり、ビデオでね、GoPro と、ビデオカメラで撮ってるんで、2台カメラで撮ってるんでね、さらにスマホで 3個で撮ってるんで、何かあれば映る可能性はあるよね。うん、落ち着く？これ増えてんな。この辺がちょっと電波悪いんだよ。ちょうどこの辺じゃない？そう、そこね、電波悪いの。撮ったら映んねえんだよ。何回も撮ってるけど。そう、こんな感じ。そう、電波電波電波。この辺は悪いんですよ、どこ。なんか聞こえた？一番怖かった。ね。そうだね、ここはもうホームコースだね。いつもいる。そこに立ってるっていうね。うん。そう、音がね、すごいよね、クックドンね。結構捉えるよね、最近ね。トネ上はね、もうゴルフ場なんでね。何もないですね。こんな感じ、こういう感じです。クラス的には。怖いよね。はい、おやすみなさいね、リーさんね。またよろしくお願いしますね。そう、ミラーね。怖いっすよ、言ってない、三上さん。怖いっすよ、雰囲気あるでしょ、電気消すと。はい、またよろしくお願いしますね。またね、よろしくお願いします。おやすみなさい。どうもね、ゆっくり休んでください。うん、そう、一人で来てます、リボさん。一人で来てますよ。そう、ここね、またね、電気がね、一回消えてた時あったの。すごい怖かったよ。でも弾がもうあと2個しかないから、消えたらまた一回消してたんでね。トンネルだから、ぶっちゃけ消えると怖いよね、おさらにね。あれですか、今電気消してそこにいるんですよ、真っ暗のところで。
こんな感じ。多分あのさっきやった墓がやじ消えたら終わり。そんなことないよ。ミラーね、ちょっとミラーの下あるでしょ、あそこに女性が立ってるって言われて、よく不気味だって言われちゃいます。強行って、いない。え、汚れか、汚れか、歩けないね。昼間でも無理。いや昼間でも、もう慣れちゃえば大丈夫と思うけどね。慣れちゃえば、まあ慣れもあるよね。はい、キムさんこんばんは、はじめましてね、いらっしゃい、どうもね。そう、前回だから京都の時に昼間行った時に強行って言われたの。 K2 さんと2人しかなんだけど、いきなり俺その時に京子なんか全然してね、最近言ってなかったからね、忘れてたら、そういえば京子って稲賀さんのあの京子かと思って、ビーって言った時に京子って怖いよね。多分ここはね、ちょうどこの辺だよね。やばいのはやばいと思うのはこの辺だと思う。舞妓さん怖いよね、うん、無理。クッツさん見えちゃうからかな、怖かったでしょ。あれあれ、あんなの入ってたって現場で聞こえてないんだもん。怖いよね、聞こえてないのが入ってるっていうのが怖い、やっぱり。はい、頑張るさんこんばんはね、いらっしゃい、どうも。富山トンネルですね、久々だな。どうも、今年行ったっけ？一回行ったかな。一回行ってんな、富山はな。今二回目かな、今年で。今一ヶ月に一回かな。行けなくない。時期。行けなくなる。ない。あ、お腹鳴っちゃった。腹減ったな。みんな映せばいい。いるかな。はい、バブさんこんばんはね、いらっしゃい、どうも。今日参考書目ですね。まあ来月、あれは今月か、今月12日以降またね遠征がありますので、皆さん本当に怖いとこは最近でやっぱ奈良が怖いね。奈良は結構怖いとこ多いよ。いけない、ミラーの鏡映したか、やばい。ミラーよりかね、僕はもうここなんだよね、ちょうどこの辺りぐらいなんだよね。だからそこになんかあるのかなって思うんだけど、もしかしたら。あ、本当か、まず眠気誘うドラえもんいるんですよ。ドラえもん、またの名をドラえもんトンネルとも言われます。そうだから霊感ある人は結構怖いっていう、結構いるからね。そう、またのはドラえもんトンネル。誰かいますか。はい、黒塗りのトカチが怖い、うん、女性、うん、地味にうまいんで、これ何気にうまいでしょ。これそうではないけど、これは何気にうまいよ、輪郭から見て。高い音したクズさん。そうね、電気が切れちゃったみたいな、玉が。でもともとね、多分そこにお寺があるのよ。でそのこの通りも出るって言われてるのね。実際のところはトンネルもそうなんだけど、ここでここはすごい目撃多いの。ここも何気にこの通り、ここのエリアが結
と怖いところ、まあこう住宅あるからね、この辺が結構やばいんですよ。よくね、あのここね結構夜景綺麗に見えるんですよ。でカップルでこう見てて見ちゃったって人が結構いるんですよ。それはその下がお墓なんです。そう、霊道になって、そのトンネルは多分霊道になってると思う。だから霊道が越えて多分あの辺がそうなんだろうな。ちょっともう一回行ってみようか。もうこの辺りが怖いもん。もう家住んでるからね。ここ、富山トンネル。何これ。左がやばい。いや、結構疲れんな、上り坂。寒い。くたくただ。疲れる。車で行けよかった。はい。あ、疲れた。腰やばい。やべえ。前はだってこんな LED ついてなかったもん。つけたんだな。はい。はい、パパさんこんばんはね、いらっしゃい。腹減ったな。なんか買って帰ろう。なんか映った？マジ？いた。いや、上まで登んないけどね、疲れちゃうから。腰がやべえから。ちょっとそのガードレールぐらいで見えると思う。覗かれてる？マジ？この間初めて分かったの。分かんじゃんと思って。ゴミすげえな。ええ、キュー。顔映った。木を切ったらこの人はお墓なんだよねって。でぶつけてるしな。お？あ、電気消えた。電池切れ。電池切れ。人が歩いてる。そう、切れたよ。そりゃそうでしょ、200分以上やってんのに、そろそろ切れるよ。電池切れた。まあでも予備あるからね。今びっくりしたよ、登ってきてるから。え、こんなとこ家ねえぞ。男の人が登ってたの。ここ家ねえぞ、この先。結構あるぞ。なんでこっち側から登ってきたの。すごいね。人サラリーマンじゃないかな。なんでこっち側から登ってきたのかなと思って。わざわざだって向こう側から行けばいいんじゃないの。お化け。そう、機材あの1枚1000円分切れただけ。普通にこっち側から上がってくることがないと思う。
こっち側は家があるんだけど、バス通りから来たとしたら向こう側が正解なの。わざわざこっち側からこう登る必要ないんです。人デーなのかな、サラリーマンだったよ、男の人だったけど、こんな時間ね。そう、人いたの、歩いてきたんだけど、そう、またそれがね、面白いことに、こっち側は確かにあのバス停から行くには絶対その向こう側に行けばいいと思うね。家がないからわざわざこっちに登る必要がない。見ちゃった、こうしてサラリーマンの幽霊を。でもなんか 息上がってたから多分本当の人間だと思うけど、結構歯入ってたよ、疲れ切ってたよ。はい、こんばんは、花毛さんね、いらっしゃい。酔っ払いかもね、酔っ払いかもね。これ昔の標識じゃん、ほら埋もれてる標識だ。はい、同じくね、はい、そうで、こっから登ってきてたから、こっから登る必要がないんだよ。向こうはこっち側に奥行くと同じ通りだから、わざわざこんな大回りしていくことないと思う。そう、会社帰りで、こっち別に会社ないよ、家しかないわね。あ、今電気消えたな。そんな感じでございます。いや、トイレないよこのとこに。もしかしたら酔っ払ってて方向が分かんなくてっていうのもあるかもね。何これ。うん、いいえ、カルさんね、どうもね。あ、睡眠不足、寝てね、もうね。歩きたかったな、俺なら絶対歩かないけど、あの坂道結構つらいからね。赤いのずっと、マジ本当。いや、疲れたな、俺も腰が。この間のほら1月の遠征の疲れを取ってるから今ね。だって京都でちなみに25キロあるん、違う違う違う、2万5000歩歩いたんだ、じゃねえ、24万歩歩いたんだ。その疲れがね、通勤してんのかな、プロス。コロナウイルスマスクは買ってます、一応ね。140枚ぐらいあったかな、多分。エグさんこんばんはね、いらっしゃい。父さん来ないね、来ないんじゃないの。そう、多分。何これ不気味、この目がちょうど光って目に見えるよな、これ。うん、まだ来てないね。うん、今何時なんだろう。もう1時だよ。よいしょ、うん、来ないじゃない。あ、病院がせ入らないの、どうなんだ、久野さんね。そんなわけで赤くなってますな、下。あ、50分ぐらいに作って帰ってきた、遅れてんのかな。そう、一人でしね、スポット。ちょっと手です。僕タバコ吸ってますんで、皆さん見ててください。
どう？怖い。ん？え？なんかやばい。ビビった。そこに来ました。また影わかる？ここはね、過去に僕が幽霊に一人で行った時に男性の声で殺すよって、その後に帰れって言われた場所ですね。でここは結構女性の霊とか男性の霊とか霊道なんかわかんないけど、まあ、過去結構ね声が入ってたんですよ。でこの土地が多分ねなんか良くないんじゃないかなって、うん、山地というかね、うん、飛行機は飛んでないんだもん。逃げよう。聞こえた声マジだから見える人には見えちゃうかもね。ここはあと足跡とかね、足音、うん、入ってそう。ちょっとね明日 見てみようかな。長いからね、全部は見れないと思うけどね。優しい、ありがとうございます。見えます？そう、まだやってましたよ。なんで本当今日短時間だったんだけど長時間になってるよね。お腹空いてきた。逃げて早く。少しだけ見えた。そう、雰囲気はすごいある。これ前はこう電気ついてたのに消えちゃったからなおさら。逃げた方がいい。マジやばい。え、どこ？ここ殿山飛んでるってとこなんですけど、神奈川県ですね。まあ逃げた方がいい。今日結構いるね。逃げた方がいいって。ちょっとさっき飛行機え来なかったよ。怒ってます？大丈夫？やばいけど危ない。マジ男女逃げてかもいいな今日は、ね、うん。塩まかない。塩まいてから昔はね、僕もねやっぱり当時は塩まいてたんですよ。それで取りつかれてから塩まくのやめたんです。それから取りつかなかった、うん。おかまがいいの？またおかま？トンネル中いる？おかまってねえ、塩まいておかま塩まくとね、ダメなんだやっぱり。幽霊が嫌がるじゃん。嫌がることすると幽霊に取りつかれる。そう、一度だけね、江口さん10年やってね、今今年で10年目なんだけど、10年やって1回だけ取りつかれた。1年近く取りついてたかな。もうすごかったもん。家でももう夜中とかも足音聞こえたりとか、うん。いやもうほらしょうがないよ。だから俺は来れないね、時間のほら待ってこなかったらしょうがないよ。待てないからやっぱりね。もしかしたらいるのかもしれないね。じゃあもう一個行って、じゃあね終わりにしますかね。飛行機通ってないよ。お腹空いてきた。味の素あかん、あかん場所はそこのカーブのとこなんだよ。見えてんの？ゴーってバグってる？新スポンプロで、いやいや電波悪いんですよ、この辺りが。本当にドコモは。はい、ステージさんこんばんは、いらっしゃいともね。画像見ながら、なんだこれ、マジ？なんか現象起きてんの？タービンの音、さっきもなかったよね。はい、シャクさんいらっしゃいね。SA さんでいいのかな、こんばんはと。
そう、しかりさんこんばんはね、ワールドさんこんばんは、いらっしゃいね。はい、うん、いやわかんないけどな。うん、こうって言ってた。まあほら、とりあえず俺は時間だと帰っちゃうんで、もうちょっとしたらね。はい、しかりさんいらっしゃいね。サミーさんなのかな、見たの足じゃない、あそこ右側、そう、うん、ちょうどこの辺りなんだよ、言われたのが。そう、あれだね、じゃねーと、この辺りで言われたの。右目潰れてる女子、マジ、ちょっとあのミラーのところに立ってるとか言われ、よく言われるんで、もう一回言った方がいい、乱れまくってる、マジモザイク電波だな。ちょっと戻るか、右上にいる、うん、そうだよね、慌てないね、いいけどね、分かんないからね。止まった、嘘、あー助けてくれって立ってる、そう、右側の出口に立ってるっていうのよく言われるね。止まった、マジ本当、電波が悪いんだよ多分。うん、やばい本当に、ここ止まってる、映像が、マジ、え、マジ、じゃあ霊現象、わかんないけど動いた、マジ、やっぱだよね、見えてる、今大丈夫、さっき同じ、ただもおそらく電波だな、あそこは、うん、さっき止まった、あそこやっぱ電波なんだよ、悪いんだよ、あそこの辺が遠くで、あれ多分バイクだと思う、うん、強いかもね、そう、電波あるだけだと思う、奥の方は、ん、まぶたきした、マジ、それもやばい、逃げて、逃げちゃうの、そこそこ出口起きてんの、何音、あ、ビーってなったら電気だってこと、ビーってでしょ、そう、ここね、霊感多いこと多いかもね、うん、そう、なんか言ってる、だからそのミラーのとこに女性が立ってるのは確かにいて、そこから動けないみたい、うん、危険な気をする、マジ、走って走れねえんだよ、もう腰がもう結構痛いんで、うぅ、腰がまたずった、うん、大丈夫、呼ばれちゃったけどね。走る、ここ重要、昔走ったんだけどね、怪奇現象起きないとあんま走れねえんで、ドルダッシュってね、うん、白いの映った、一人立ってる、カメラ置いとく、はい、エニーさんこんばんはね、佃煮いらっしゃい、どうも、そう、頑張ったのそんね、ドル出して今封印なんで、最近してないんだ全然、あ、痛い痛い、あ、腰が痛い、あ、腰がね、やってからちょっとできなかったね、あんまね、運動しないと硬くなっちゃう、
止まった。すごい場所。はい、エレベーター出なさい。そうだね。どうしました。少しだけ気持ち悪い。マジ。じゃあ録画の方はね、終わりにしましょう。お疲れ。